メイクアップアーティストのはるかです。今回はデイジークのメイクアップブラシセットを使用してメイクを仕上げていきます。デイジークといえばアイシャドウが大人気ですが、そんなアイシャドウをさらに綺麗に仕上げることができるメイクブラシです。一般的にブラシセットというとベースメイクからポイントメイクを仕上げるためのセットが多いですが、こちらはアイメイクに特化していて、なかなかセットに含まれることが少ないアイライナーブラシや涙袋ブラシなど細いブラシが充実しているので、細かい部分も綺麗に仕上げることができます。肌当たりの柔らかい7種類のブラシとブラシポーチのセットで、デイジークさんらしい上品でとっても可愛いデザインです。ブラシポーチはかさばらず、マグネットでパチッと止まります。次に実際に使用してメイクを仕上げていきます。ポイントブラシャーブラシはセットの中で一番大きいブラシで、チーク、ハイライトに使用します。そんなに厚みがないので、発色を出しながらもスライドして肌を磨くようにして使用することでツヤ感を出すこともできます。ベースシャドウブラシはベースカラーを均一にブレンディングしてくれるシャドウブラシです。アイホールに使用して、ブラシが柔らかいので淡く発色させたり、重ね付けで濃く仕上げたりと、アイシャドウの濃さを調節しやすいです。ベーシックシャドウブラシは弾力のある毛でパウダーの粉飛びを抑えて、一度のタッチで発色が引き立つシャドウブラシです。中間カラーを塗りやすく、このようにスライドさせたり、目の際から上に向かって使用するとグラデーションも綺麗に仕上がります。ブレッドブラシは毛先に向かって細くなり、柔らかい中でもコシのある使用感のブラシです。自然な発色で目の陰影を出したり、カラーとカラーの境目をくるくると動かしたり、スライドさせるようにブレンディングすると、境目のない綺麗なグラデーションを作ることができます。ポイントブラシは目頭側の三角ゾーンや下まぶたメイクにも使用しやすいブラシです。細いのでカラーの乗せたい部分にピンポイントに乗せることができ、粉飛びを防ぎながら使用することができます。アイラインスマッチブラシはアイラインの形を整えたり、アイシャドウとブレンディングしてグラデーションをきれいに仕上げることができるブラシです。濃いアイシャドウをアイラインのように使用するときにも目の際に塗りやすく、アイライナーブラシの中では柔らかい方なので、固めのブラシが苦手な方にもおすすめです。ブラシを立てて使用することで綺麗にブレンディングすることができます。アンダーアイブラシは細かい部分や涙袋のポイントカラーに使用しやすいミニサイズのブラシです。ここまで細いブラシはなかなかないのと、涙袋用ブラシとして専用で使用できるブラシは今まで見たことがありませんでしたが、デイジークのアイシャドウに入っているラメや明るいカラーをこちらのブラシで使用することで、はみ出さずにのせたい部分のみにしっかりのせることができて、アイメイクの完成度がさらにアップします。こちらでデイジークメイクアップブラシセットを使用したアイメイクの完成です。アイメイクの細かい部分まで綺麗に仕上げることができ、デザインが可愛いので自分用にもプレゼント用としても喜ばれるブラシだと思います。
それぞれの特徴やメイク方法などをぜひご参考にしてください。使用コスメについては毎回概要欄にも載せているので、そちらもご参考にしてください。こちらのチャンネルでは、おすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。